ドジャース VS カブスが来季の東京ドーム開幕内定。で、USA Today は24日、来季の開幕戦をドジャースとカブスが東京ドームで行うことが両球団に非公式ながら伝えられたと報じた敏腕記者で知られるボブ・ナイチンゲール記者によると、シカゴ、カブスとドジャースは非公式ながら2025年の開幕を東京で行うことを通達された。アリゾナでキャンプを行うカブスは日本での開幕シリーズ終了後にアリゾナに戻り、西海岸で国内開幕を迎えてから本拠地のシカゴに戻る予定だとした。来季は昨年9月に右肘手術を受けた大谷が投手に復帰予定。投手でのメジャー復帰が東京ドームでのカブス戦になる可能性も浮上し、ドジャースは大谷、山本と2戦連続で日本人投手が登板する可能性も出てきた。カブスには今永、鈴木が所属。大谷&山本 VS 鈴木の日本人対決や大谷または山本と今永が投げ合うなど夢対決が実現しそうだ。日本でメジャーの試合が行われるのは19年3月20、21日のマリナーズ対アスレチックス戦以来6年ぶり。同シリーズはイチロー氏の引退試合ともなった。近年メジャーでは世界の人気拡大のために海外の試合を積極的に行っており、昨季はメキシコシティでジャイアンツ対パドレス、英国ロンドンでカブス対カージナルスを行い、今季も韓国ソウルだけでなくメキシコシティでのアストロズ対ロッキーズ、ロンドンでのメッツ対フィリーズを予定している。エスコンじゃないのかよ。エスコンはオープン戦じゃなかったっけ。甲子園でやるよ。日本で一番クソな球場が東京ドームだろ。甲子園球場は選抜高校野球やってるのとちゃうの。こういうのは警備の都合とかもあるから東京にされてしまうんだよ。この前のサッカーの北朝鮮戦とかもそんな事情で国立になった。 MLB からしたら金のなる木だな。1年後まで大谷山本今永がいると思ったの。今年東京ドームでやればよかったのに。バウアーって無罪だったのに疑われただけで追放されたね。これは見たい。これ4人ともいなくなっててもやるのか。札幌ドームでやってあげないわら。秋元喜ぶぞ。そこなら NPB に迷惑かからねえから許してやる。お願いだからクソメジャーの退屈野球のために日本の各球団に迷惑をかけるのはやめてくれよ。山本はねえわ。ドジャース無理すんなよわら。今回だって開幕戦とは名ばかりでアメリカに戻ったらまたオープン戦なんだろう。実際なんか守備陣の連中も仕上がってないように見えるやつもいたしね。巡業だと正直に言ったらどうだろう。山本は通用しなくても大金が入るから笑いが止まらんな。水原一定のせいでも興ざめしていますよ。本当に大谷選手凱旋できんのかね。違う地区の対戦カードでもあらかじめ予定入れておくことできるんだな。山本さんはそこで投げれたら奇跡だろうな。あの球威とキレでは無理だぞ。大谷二刀流復活ならプレミアチケになり大騒ぎになるけどな。結局韓国から帰国してまたキャンプしてるらしいな。もうアジア交流は茶番じゃんわら。てっきりエスコンだと思ってたわ。なんでわざわざ田舎で興行しなきゃならんのか。あからさまな日本マネーが目当てだな。見たいけどチケットクソ高そうな。日本しか客入らないもんな。山本は怪しいなわら。東京ドームは予約いっぱいだから早めに取っちゃったんだな。今永通用しなそう。通用するよ。ホームランは打たれるけど。今年の全体の開幕は28日らしいな。一部が先行して開幕と言われても実質プレシーズンのツアーじゃん。大谷の処分なし、ガス水面下で確定したんだな。東京ドームシティは三井不動産に売却されて築地跡地に移転する話になっているんでしょ。楽しみだな。今聖夜も調子いいだろ。朝から晩までメジャー情報に目が離せないよなわら。24年前にメッツ、カブス開幕戦があったね。韓国はガラガラだったけど日本なら超満員だぜ。韓国で開幕戦したのにまだメジャー開幕してなくて驚いたわ。それどころかまたオープン戦やってるしクソ日程すぎるだろ。日本で開幕した時も同じような日程、時差の影響でないようにするためだから当たり前。こっちは狭くて大変そうだな。全員いなくて藤浪がどさくさ紛れにベンチにいたりして W。 普通に楽しみだ。京セラドームでやれよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。